下のやつからいきます。はい、こちらが、選べる3タイププリントスリーブレストップスになります。品番が C の5514です。はい、はい、こちら3タイプありまして、みーちゃんが着ている今ちょっと違うの着ちゃったので、はい、こちらが、バックデザインです。はい、はい、バックデザイン、はい、で手に持っているのがこちらロゴです。はい、でイーちゃんが着ているのがこちらフォトプリントになります、うん、でカラーが3色でみーちゃん着ているコアをホワイト、はい、はい、そしてこっちの、はい、これがグレージュ、はい、イーちゃん着ているこちらブラックの3タイプ3色展開になっております。はい、ではお値段いきます。じゃじゃん、1871円、イエーイ。はい、でこちらは6月9日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあみーちゃんもう一回ポイントお願いしていいですか。はい、これはですね、はい、3タイプ3カラーあるので、うん、合計こう9個選択肢がある、はい、もうご自身が好きなのを選んでいただければと思うんですけど、すごくバリエーションがある、はい、トップスになっております。はい、まずじゃあ着てないやつからいこうかな。そうね、これですね、カランかな、うん、なんかフランス語でカランって読むらしいんですけど、はい、英語で言うところ、ごめんなさい、あの1回目聞いてる人いると思うんですけど重複します。あのハグみたいな意味らしくって、はい、なんかバイヤーさんにあの直接聞いたんですけど、あのハグっていう意味でちょっとなんやろ、あったかい気持ちになってもらえたらいいなみたいなことで、うん、このプリントを作ったって聞きました。はい、はい、であのなんか英語でハグって書いてるより、多分街中歩いてても何書いてるか分からへんけど自分だけ知ってるみたいな感じで、うんうん、こなれ感も出していただけるんじゃないかなっていうのがこのタイプ、はい、で、イーちゃんの方はですね、はい、フロントにフォトのプリントが入っているようなデザインでございます。はい、海のね、そう、海、うん、海が乗ってるんですよね。これすごい綺麗なサンセットって感じです。ね、でカラーによって全然雰囲気が違うんです、うん、違うね。黒が一番パキッとしてるんですけど、そうですね、私このこれも結構好き、ね、馴染んでますね、うん、ほらちょっと雰囲気がプリントの感じが変わってます、うんうんうん、はい、こ、はい、んな感じで黒が一番パキッとしてて目立たせるのは黒かなと思います、うん、で、もう一個種類がありまして、はい、私ミキさんが今着ているもので、はい、これバーテックプリントで、ね、そうです、前は何もないんですけど、はい、後ろにこんな感じのプリントが入っております。いちじくとあとあの線であのイラストが書いてあります。バラかな。なんか両方あるのってめっちゃ珍しいと思うんですよね、うんうんうん、確かに。イラストかどっちかと思うので、うんうん、これ両方あるのでめちゃくちゃ可愛いです。はい、イチジクがまた珍しくて、ちょっとなんかポイントになるよね、色が入ってるし、はい、うん、でも3タイプ全部可愛いんですけど、はい、私が推しなのはなんか白で絡んで、うん、うんとカラーパンツとか合わせたいなと思っております。はい、かな。はい、ありがとうございます。で、脇の空き具合がどれぐらいですかって質問いただいてるんですけど、まあでもそんなねがっつり空いてないです、うん、まあでも上げると多分見えるかなっていう感じがしますね。うん、で、あの身幅は結構ねゆったりしております。なんかこうピタッとラインを拾うような感じがあんまりないので、すごい着やすいんじゃないかなと思います。はい、でちょっと私あの違う色着てきます。はい、コメントお願いします。はい、あ、みーちゃんのスカートめっちゃ可愛い、ありがとうございます。これね確かねライブできてなかったと思うんですけど、 M3324 のティアードプリーツアシメスカートっていうアイテムです。 M3324 可愛いですよね、うん、あの T シャツと合わせてもなんかカジュアルになりすぎないし、なんか女の子っぽくなりすぎないっていうか、その T シャツと合わせるのめちゃくちゃ可愛いと思います。どのプリントにしようか迷うね。迷いますよね。迷うね。なんかそれぞれ全部可愛いから私も悩んでます。本当ですね。あ、黒でもインナー色といただけるんですが、うん、私は着るけどな、この脇の脇が、うん。さっきあのね、当て上げた時鏡で見てみたんですけど、やっぱ脇のとこインナーちょっと見えたので、うんうんうん、一応着ていただいた方が安心かなとは思いますね。はい、で、今白に私私物の真っ黒のインナーを着てるんですけど、これそれで透け感こんな感じで、まあ透けてはいると思うんですけど、なんか夏に透ける黒はそんなにやらしくないと思うので、全然黒髪はいいかなと思うんですけど、透け感こんな感じです、153cm だから、みーちゃんさん、ありがとうございます。生地薄め、境感、生地はね、そうですね、生地はうん、夏のでも T シャツっていう感じ。
そんなにペラペラすぎないけど、グレージュやったら手入れてもそんなに透けは感じにくいんですけど、なのでそれぐらいの厚みはあるんですけど、でも厚すぎる感じの生地感ではないので、本当に夏の T シャツ生地をイメージしていただければという感じかなと思います。あ、この前私イヤリング片目にしてここにありました。ありがとうございます。あ、サイズはですね、ワンサイズでフリーサイズなんですけど、でも意外とね、身幅ゆったりしてて、でも私も着られてる感なくてっていう感じなので、程よいサイズ感だと思います。二の腕気になる場合はシアシャツ羽織るといいですか。サリーさん、私が私服で着るならシアシャツ羽織るかな、G4341 のこれにエクリとか羽織ったら絶対可愛いと思う。なんかワントーンですごい可愛いと思います。襟はゴムですか。襟はゴムじゃないです。このリブがちょっと入ってる感じにはなるんですけど、ゴムではないです。はい、こんな感じです。グレージュです。肌写りに関しては私グレージュすごく肌写り良くなる感じがしています。結構グレー寄りかな、って思います。はい、シャツね、可愛いよね。絶対可愛い、これに合わせたら、絶対可愛い。しかもね、こう後ろもいいね、ちょっとここのプリントがね、シアシャツだと透けるのがすごいおしゃれで可愛い。可愛い、はい、あ、そう、レタスのサイトね、今そうなんですよ、あの12時からちょっと岡部あゆみさんの、再販新色がありまして、はい、ちょっと順番待ちとかになってると思います。はい、結構混み合ってるんじゃないかなと思います。はい、はい、アウトした感じ見せてもらえたらアウトお渡しします。はい、アウトも可愛い。そうなんですよ、ちょうどいいですね。しかもちょっとスリットが入ってるのでアウトしていただいてもなんかこうのぺっとしないというか、ちょっと動きが出る感じが出て可愛いです。まあ、お尻は隠れないんですけど、まあ、ゆったりしたパンツとかと合わせていただいたらね、お尻周り気にならないかなと思います。はい、はい、うん、あ、グレージュ可愛い、デニム合わせしてほしいです。私じゃあちょっとデニムも合わせていきますね。お願いします。みーちゃんのサンダルレタスのですかってさーみーかさんにいただいてるんですが、レタスのです。今日の新作です。ちょっと待ってくださいね、出てくるかな。ですね、愛の2305です。愛の2305で、神戸レタスの公式のですねリールにも載ってると思います。なんでよければ見てみてください。これめちゃくちゃ可愛い。あゆみさんのイエローのスカートだと、スカートだとどれを合わせます。イエローのスカートってどんなんでしたっけ。あゆみさんのイエロー、タイトスカートかな、かな、スカート。どうしても私は白の、あ、イエローですもんね。やったらグレージュも可愛いと思うけどね。確かに、うん、なんかグレーっぽいから合いそうな気もするけど、ロゴかな、私が思ってるなら、うん、はい、みーちゃん違うやつ着てくる。じゃあ OK です。はい、別の着てないやつを着ましょう。はい、デニム合わせこんな感じでしてきました。もう絶対に合いますね、デニムは。もうデニムに T シャツはもう夏の定番でございます。はい、イーちゃん黒と白どっちが好き。私ね、私結構このプリント推しなんですけど、これ私これの黒がなんかすごい好きでした。自分の中ですごいしっくりきました。白よりは黒でも、ね、グレージュが可愛いんですよね。私このどっちかが結構私は気になってます。なんか大人っぽい、なんかおしゃれ、高見えっていう感じが私の中ではすごいします。下行きますね、すいません。うん、いーちゃんめちゃくちゃ好みズボンなんですか。チョコさんありがとうございます。これは M の2084っていうあの品番のデニムになります。はい、うん、今そのトップスの商品ページ見れなかったのですが、争奪戦ですかね。これはねまだなんですよ、あの18時から、今日の18時から発売の商品なのでまだ大丈夫だと思います。今はね岡部さんの、再販新色が、はい、今この時間ですね。はい、汗染みはグレージュが一番目立つかな。そうですね、この中だったらグレージュかなと思います。ちょっと汗染み検証してみようかなと思います。
もうかなりベチャって、もうあの水滴ベチャっていったらやっぱりこれぐらいはグレーな、グレージュ系なので出ますね。ただね、素材感的にはこちらはね、ポリエステル 65%、綿 35% なので結構すぐ乾きそうだなって思います。まだ、うん、多分画面やと濃く映るんですけどね、結構こんな感じです。ただ脇のところは結構余裕はあるので、ペターってつく感じはあんまりないので、まだそれは安心かなとは思います。うん、そのプリントは印刷されている感じですか？3点セットの T シャツみたいな感じですか？プリントはですね、これね、いや、上に乗ってる感じがしますよ。わかります？ちょっとこう、ザラザラしてる感じわかりますか？だからこう、上にペタってなんか乗ってるって感じやね、みたいな、これ。そうですね、うん、なんか瞬じる感じじゃん。そうそうそう、はい、旬でる旬でる旬でるって料理以外に使うやな。染みてる、染みてる、染み込んでる感じ、染み込んでる感じ、うん、ではない、あの上にプリントで乗ってるなっていう感じがしますね。はい、うん、白は結構透けますね。そうですね、白はやっぱりあの布 T シャツとかも結構透けるんじゃないですかね。これも透けます、ハンが透けてるので、はい、かわいい、やっぱりこれと合わせたかったです。合うわ、ここちゃんって見えるのがかわいい、うんうん、外がつけてない、大丈夫、あ、ペチペチか、うん、T シャツのとこが若干つけてグレージュかけるデニムかわいい、もうぜひやってほしいです。もうこれはかわいい、ちょっと淡い系で合わせるのがポイント、もちろん濃いのもかわいいですけど、うん、はい、うん、あ、ホトの黒買います、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、でそう、ブレジャーちょっとね、汗じみがやっぱり他の黒白に比べるとちょっと出ますね。そうですね、はい、出したいきます、すみません。C2000 みたいな生地感ですか？ C2000 よりかは私は張りがあるかなって感じ、私も思います、ね、トロンってしてますもんね、うんうんうん、C2000 はもっとなんかニャって感じ、柔らかい感じがする、うんうんうん、これの方がね、うん、確かに張り感がありますね、うん、あ、今日関東暑すぎだからその T シャツ着たい。もう、あの、関西もめっちゃ暑いですよ。私も今日半袖です。着たの。私服。めっちゃ暑いと、うん、はい、いきなりすいません。岡部さんの新色のピンクって見れるのかなって頂いてるんですけど。基本色やったらあります。そうなんですよ。ちょっとこうサンプルのね、置いてる場所にちょっとなかったので、はい、あったらね、あの、ね、お見せできてたんですが。はい、じゃあ私もちょっとあのこのスタイルで着てこようかな、せっかくなので、はい、これは私の姿が見かわいいんです。うん、今日この色は透けたので今ペチを着てますが、白の T シャツの境目がここなので透け感は伝わるかなと思います。